エゴール・チムロビッチ・ガイダルは、ロシアの政治家、経済学者、会員国家会議議員、右派連合共同議長。ソビエト連邦の崩壊後、エリツイン時代前期に、首相代行、第一副首相などを歴任し、急進的経済改革を実施した。1956年3月19日に、ソビエト連邦のモスクワに生まれる。1978年、 モスクワ大学経済学部を卒業。モスクワ大学大学院に進み、スタニスラフ・シャターリンの指導を受ける。経済学博士号を取得。1980年から、経済分野の研究所で、学級生活に入り、ソ連共産党機関士、プラウダやコムニスト氏の編集局に勤務する。1990年、移行期経済問題研究所を設立し所長に就任する。 1991年のソ連8月クーデターで、エリツィンの国家非常事態委員会に対する声明に同調したガイダルは研究所のスタッフとともに、ロシア最高会議ビルに駆けつけ、ビルの防衛に参加した。同年9月、ソ連国民経済アカデミー経済政策研究所所長として、経済改革案を作成する。同年11月、改革案をエリツィンに評価され、 ロシア共和国の経済担当副首相に35歳の若さで抜擢される。1992年1月、ショック療法と呼ばれる価格自由化政策を断行する。3月には第一副首相権をオクラ大臣に昇格する。しかし、ショック療法はロシア経済に急激なハイパーインフレーションをもたらす結果となり、国民生活に大打撃を与えた。 4月第6回人民大議員大会では、激しい批判を受ける結果となる。エリツィンは、局面打開のため、保守派と妥協し、ビクトル・チェルノムイルジンガスプロム社長を副首相に任命するなど大企業経営者を入閣させて、経済改革を恩健な路線に転換する。一方で、ガイダルに対しては、六月首相代行に指名し、人民大議員大会に対し、 ガイダルの首相就任の承認を求めた。しかし、12月第7回人民大議員大会及び、最高会議は拒否し、最終的に首相にはチェルノムイル人が任命され、ガイダルは辞任した。1993年9月第1、副首相権経済相として、再び入閣する。モスクワ騒乱後、1993年12月の、 会員国家会議選挙に急進改革派を集合した政治ブロック、ロシアの選択を結成し、自らも会議員に立候補し当選する。エリツィン支持派はガイダルのロシアの選択と恩恵改革派のセルゲイシャフライ副首相を代表とするロシア統一党合意党の日本だけで選挙に臨んだ。しかし、選挙で第一党となったのはウラジーミルジリノフスキー率いる。 極右政党、ロシア自由民主党であり、同様に、反エリツンを標榜するロシア連邦共産党も、巨大な勢力を占めたままであった。民主派、改革派の勢力低落は、顕著となり、ガイダルの改革に対する国民の強い拒否、批判を如実に示す結果となった。1994年1月20日第一副首相を、解任される。 1994年10月政党、ロシアの民主的選択結成。1995年12月下院選挙に選挙、ブロック、ロシアの民主的選択、民主主義者連合を結成し、望むものの、同ブロックは、比例区での得票率は3.86%に止まり、議席獲得に必要な5%条項をクリアできず、ガイダルも落選した。 1998年8月、セルゲイ・キリエンコ首相に対して、アナトリー・チュバイスと共同で、ルーブルの切り下げとデフォルト宣言を勧告したが、これはロシア金融危機を招き、キリエンコ内閣を崩壊へと導く結果となった。1999年会員選挙で、右派連合から比例区で立候補し当選した。会院議員としては、ガイダルは、 所属する右派勢力同盟と共におおむね与党的立場を取ったが、1994年12月の第一次、チェチェン紛争におけるロシア連邦軍の軍事侵攻と、1997年から1999年において、ベラルーシロシア連合国家に反対した。右派勢力同盟の元老であり、共同議長として、党内では地方を保つものの、 ショック療法の失敗やロシア金融危機をもたらしたことなどから多くの国民からは不人気である。2003年12月、会員選挙で落選したが、強権化、統制化を強めるプーチン政権及び、白引きに対しては批判的な姿勢を貫いた。2006年11月24日、訪問先のアイルランドで原因不明の凸血と手足の麻痺に襲われ、モスクワの病院に入院。 ガイダルはこれを敵対勢力による毒殺である。可能性があると主張。この時は一命は取り留めた。2009年12月16日、モスクワ近郊の自宅で死去。死因は動脈血栓症とされている。ガイダルが死去した今も、彼に批判的な立場の人間は、ロシア経済の破壊者という評価を下す一方で、ロシア経済の崩壊を食い止めた救世主である。 と彼を評価する声も少なくないことから彼に対する評価は完全に二分化されている。1992年からの急進的経済改革は一時的にハイパーインフレ、農工業の生産低下、給与の支配、貧富の格差、一部の資本会の富の集中等を招き、1998年にはガイダルとチュバイスの進言によるルーブル切り下げとデフォルト宣言は、 ロシア通貨危機を招いた。しかしその後、ロシア経済は原油価格の高騰にも助けられ、順調に回復軌道に乗った。ガイダルの死去にあたり、チュバイス元第一副首相は、自身のホームページで、ガイダルは、ロシアの政治史でも特筆すべき偉大な政治家、科学者、そして人間であった。と述べ、ロシアにとって救いだったのは、その歴史上最も困難な時に、 ガイダルがいたことだ。彼こそが1990年代初めのロシアの分裂と内戦と基金を防いだのだ。と名誉の早すぎる死を言ったんだ。祖父のアルカジー・ガイダルは内戦時代に赤いコミッサールとして反革命派に対する情け容赦ない弾圧ぶりで恐れられ、後に人気児童文学作家になった。父親チムールは海軍少将であり、作家としても知られた。 母方の祖父は、作家のパーベル・バ・ジョフである。ガイダルは2度結婚し、2男一女を設けた。娘のマリアは、キーロフ州副知事、ウクライナのオデッサ州副知事を務める、政治家。エゴール・ガイダル氏死去ロシア元第一副首相、共同通信社。 http://www.47news.jp:/cn/200912/cn2009121601000742 と html2009 年12月16日閲覧元ロシア首相代行ガイダルシ揮許読売オンライン http://www. 読売 COJP ワールドニュース2九万9 1 2 1 6位と 1T-0G-117 HTM 2009年12月16日閲覧ありがとうございます